ついにこの日がやってきてしまいました。みんなが愛してやまない WIP 切手のスターレスラー、レジェンド小島。彼女の美しい死闘が見られるのも今日が最後となってしまいます。 WIP の歴史に1ページを刻んだ四天王たちの戦いを私たちは忘れることがないでしょう。 WIP を食い散らかす生粋のヒール、デビルタイガー島子。その拳で壊れないものはこの世にない、ブロッケンシズ。彼女こそがミスター女子プロレス、神を超える存在、ゴッドカンドリー。この WIP 四天王の時代に終止符が打たれようとしております。そんなレジェンド小島の最後に選んだレスラーは、なんと WIP の期待の新人、新時代のニューカマー、チェリー宮脇。おっと、可憐な姿でやってまいりました。最後にして歴史的な一戦、チェリー宮脇を相手にレジェンド小島は有終の美でその幕を下ろすことができるんでありましょうか。たった一度の人生で何度本気になれるのだろう。傷つけられても後には引けないこの恋。小島が負けた、小島が負けました。信じられない。
られません。この WIP のマットに一つの時代が終わりを告げました。この試合を最後にこのコスチュームを脱ぎます。今日集まってくれたみんなにこれだけは言いたいんだけど、もっとプロレスを楽しんでください。ありがとうございました。